その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を。鳥かごの中に囚われていた屈辱を。巨人だ。あれから2年、シガンシナ区を出た3人は第104期の訓練兵となり、教官に鍛えられる毎日を送っていた。どうした、第104期訓練兵団。ここには役立たずしかいないのか。立体機動装置を扱えない奴はおとりにも使えん。憲兵団に入れるかどうかは立体機動術の強化次第だからさ。ついてくならミカサかライナーか。お、エレンかよ。何がっかりしてんだコニー。なんかあるな。苦手だけど頑張らなきゃ。アルミ、お前ならやれるって。俺も手は抜かねえけどな。そこまで。時間だ。訓練終了。今回の訓練の最優秀成績者を発表する。ミカサ・アッカーマン、お前が1位だ。くそ、また俺はミカサに。おのおの、今回の結果を踏まえさらに訓練に励め。解散。母さん。逃げなさい、早く。子供たちを連れて逃げて。見くびってもらっちゃ困るぜ。確実に2人だけ助けるか、戦って全員助ける賭けに出るか。俺は5年経った。人類はようやく尊厳を取り戻しつつある。勝てる。人類の反撃はこれからだ。巨人が入ってくる。
援要請だ。急いで行かねえと。このでけえ怪獣が。あんなのに勝てるわけないよ。死にたくなければ戦うんだ。私たちも戦うよ。駆逐して縁談を確認。あっちは総括で向かった方だよ。了解だ。分かったよ。何しやがる！マジで！よきもとおろすわ！やめて！やめてください！教えてくれたから、俺は外の世界へ。